お元気ですか、ボクシミでございます。今回は第46回日本シリーズカードでございます。ヤクルトスワローズ対オリックスブルーウェーブでございます。まあ当時でございます。ヤクルトはね、今の高津で現監督でが現役だった頃とか、オリックスにはあのイチロー選手もね、在籍しておりました。こちらはね、確かね、4勝1敗で、ヤクルトスワローズがね、日本一になった時だと思います。これは今から29年前の話でございます。それでは、早速開封していきたいと思います。それではね、早速開封していきたいと思いますが、こちらはですね、ヤクルトとオリックスはね、分けて開封したいと思います。まずはオリックスからです。まずはイチロー外野手でございます。元西篤弘外野手でございます。馬場俊文内野手でございます。続きまして、鈴木平投手でございます。野田浩二投手でございます。高橋聡外野手でございます。風岡直行内野手でございます。渡辺信彦投手でございます。福良、純一内野手でございます。高橋光一投手でございます。小川博文、内野手でございます。三輪隆と捕手でございます。平井正文投手でございます。で、長谷川重俊投手でございます。GJ 外野手でございます。ニール内野手でございます。高田誠捕手でございます。星野信之投手でございます。北海道出身でございます。野村隆人投手でございます。藤井康夫、外野手でございます。勝呂弘則内野手でございます。中島聡捕手でございます。現在のオリックスの監督でいらっしゃいます。で、伊藤隆秀投手でございます。で、佐藤義則投手でございます。北海道出身でね、かつて、日本ハムの投手コーチもね、務めてたことがございます。これは関東選手長ですかね、小林宏投手でございます。ね、漢字がね、間違ったらごめんなさい。田口壮外野手でございます。松山秀明内野手でございます。清原雄一投手でございます。
小林宏投手でございます。で最後はですね、扇明監督でいらっしゃいます。次は、ヤクルトのカード紹介でございます。はい、次はヤクルトの方です。でこちらですね、 MVP の、オマリ内野手でございます。で、優秀選手賞ですね、これね、池山、高弘内野手でございます。こちらはですね、橋上秀樹外野手でございます。ミューレン内野手でございます。野口俊博捕手でございます。伊藤明光投手でございます。で優秀選手賞、ブロス投手でございます。飯田哲也外野手でございます。宮本賢治投手でございます。古田敦也、ね、捕手でございます。現在はね、あの YouTuber やっておられます。川崎健次郎投手でございます。金森英二外野手でございます。城智弘外野手でございます。土橋克幸内野手でございます。ブロス投手でございます。石井和久投手でございます、ね、楽天のね監督も務めておりました。真中満外野手でございます。監督もねされておられました。山口茂之内野手でございます。オマリー内野手でございます。で、こちらでございます、吉井正人投手でございます。現代はね、千葉ロッテの監督を務めておられます。宮本慎也内野手でございます。で、ヤクルトスワローズのね、あの日本一になった時のこれね、カードでございます。畑慎二外野手でございます。稲葉篤則内野手でございます。現在はね、日本ハムの、二軍監督をなさっておられます。池山貴弘内野手でございます。高津慎吾投手でございます。現在のねヤクルト監督でいらっしゃいます。加藤博人投手でございます。で高津慎吾投手の優秀選手賞のカードでございます。ちょっと滑舌が悪くてすいません。荒井幸雄外野手でございます。大野雄二内野手でございます。青柳澄捕手でございます。で山部太投手でございます。最後はですね、野村克也監督でいらっしゃいます。ごめんなさいね。はい、 ID 野球でございます。はい、以上で、第46回日本シリーズカードヤクルトスワローズ対オリックスブルーウェーブのねカードを終わりたいと思います。まあ懐かしいとね、あの思った方はね、嬉しいと思います。で明日はですね、届けばマスコットのねカードを紹介したいと思います。はい、以上でございます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。